野崎チャンネルプロスペース。はい、ということで今日はですね、このワールドベースボールカップ2017の記念したキャップ、これ侍ジャパンね、ウズベキスタン、オーストラリア、プエルトリコ、メキシコ、こっちに USA、各国がやつをって、このもう2023年 WBC だから、ちょっとこれかぶってね、あ、プロスペースです、今日は。ベストナインタイトルホルダーの第3弾ガチャが来たということで、佐々木、第2弾ガチャは、やりませんでした。多くの選手が極めにできないということで、もうここはやらなくてもいいっていうね、契約書だけ取ったんで、それだけやりました。まずね、ちょっとこれ見てください。第1弾の、契約書ね、まあ、浅村、そして、青柳、胸を引いてね、いや、惜しいな、村上とかってね。まあ、誰でもいいから被らないでいいよっていうね、やっと契約書取りましたよっていうね、ところでなんと来たのがね、青柳ってどんなに後輩好きなんだっていうね、もうかぶりずっていらないって言ってね、第2弾もやったんですよ、これね、一つね、まあ、本当、多く、ヤンモットがなくてよかったけどね、多くの選手がちょっと極みにできないっていうところでね、なかなか難しい中、まあ、ガチャはやめて、もうね、この契約書1本でいこうと。ね、イカピンなんでね。で、当たったのがこちらです。じゃーんとね。岡林。岡林もね、極みにはできないんだよね。だからちょっとこれ、ね、自チーム契約書あるから、中日にやって、もう A ランク取ってね、今3まで、超3ぐらいまでいけるのかな。だからなかなか厳しいからね。それは、こっからちょっと、選択契約書でね、A ランクの。で、ちょっと集めようかなと思ってます。で、今回はですね、第3弾ベストナインタイトルだっていうところで、まあ、見ていきましょう。まずね、ヤクルト長岡ね、いい数字なんだけどね、ちょっと用事ない。A 一人もいない。近本いいね、継承できる。これはもうね、欲しいね。で、あ、戸郷継承できる。これも欲しいね。戸郷侍ジャパンでも出るけどね。大勢継承できる、欲しいね。で、菊池継承できる、結構欲しい。菊池はロドリゲスでどこまでいけるか微妙だね。でもこれ岡林と一緒に自チーム A で引いてね、そしたら調合できるか。今超3ぐらいまでもロドリゲスだから、ロドリゲス欲しい、ね、で、あ、中村ね、同地いける、これも、継承できる。で、水上いいけどね、継承できない。 A1 個しか持ってない。トロザキね、中断道になっちゃってね、プレイさんも投げてたけど、でも俺セーブ枠が欲しいのよ。松井和夫さんまで4000だから、俺セーブ枠が欲しいから、もう外崎がもう欲しい。島内欲しい、めっちゃ持ってる。島内欲しい。辰巳 A2 個ぐらいある、用事ない。中村4200、極みにはできる、だから来てもいい。12分の9だよ、ほぼほぼ誰でもいい。でも一番欲しいのはね、外崎とロドリゲス、ここあったり。さあ行きましょうね、369回ね、確定4枚欲しい。ベストナインタイトルホルダー、まず1人目、レッツゴー。すごいいい感じのね、来てほしいよね、ほんとシャキーンっていう、カモン。ブライジャパンの強気でしょ。さあ、一発目からはさすがに強いな。じゃあこれで岡林とかロドリゲスの A が来ても S と一緒ぐらいいるし。さあ、いや一発目来ないか。井上じゃ、一応ね、自チーム中日にしてるからね、ロドリゲス欲しいから、万が一は多分カモン突き出てる。ちょっと強いじゃないか。さあ、カモン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 、立つぞ。ああいやー、確定だけしか来ない。確定が見通しやな、ほんと 30% らしいんだよね。エースか、つもりリリーフエースか、西野復活してリリーフ入っていこう。戸郷はもう侍、おっと、鈴木大地、外国人選手に負けてる場合じゃないぞ。今村がもし今年大活躍したらジャイアンツは面白い存在。
中村悠平盤石のレギュラーなれるか、まあ、もうなってるか、戸柱峰井がいなくなってのレギュラーだ、大野侍に選ばれなかった反骨心で今年こそタイトル、いや新大見たら侍選ばれなかったからもうダントツのレギュラーになってやれな、帝京魂、はい、大学さあ確定カモン、絶対ちょ2枚引きとか言ってくれ、2枚引き渋いな本当、カモンさあ来い、いや後半か当たれ、いや当たれ、さあロドリーズカモン、ムービング使っていこうよ、今永サウスポーサムライジャパンです、ここが森がいなくなってからレギュラーフラッシュ、小川一平リリーフ振り込んでくれるのか、ピッチャー厳しいぞ、相澤まだ吹けるのは早いぜ、北山ハムの守護神になれ、溝脇なんていうんだ、菊池なんていうんだ、頑張れ、大砂絶対的な個人役と今永サウスポーです、さあ一人やカモン、いや中村悠平まあ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 いいでしょう、キャッチャーね、4200、4回目、ピッチャーどうしよう、熱望とかもないもんね、確定外交渉か、外崎もしんで教えるわけないから、いや大勢2年連続セーブタイトル取ろう、うかい、俺の母親が働いていた病院の名前、佐野啓太代表選ばれててもよかったのにね、平野まだまだ頑張る、伊藤博美大回転、中村まだ吹けるの早い、松本を2年連続首位打者いこう、B なライトポジション押すないないから空いてるぜ、中村もう取ったから来なくていいぜ、いやーまさき強し、どうやこの方に負けちゃうのか、5回目、いや確定外でマジ来てほしいよ、ほんとカモン来てくれ、ピッチャー普通、普通なんだって全部ノーマルにしてほしいよ、何も願いカモン、いやー渋い、いや歌えないし、光じゃない笑い、いや長岡リギュラー、辰巳もレギュラー、藤島リリーフエース頑張り、入江もリリーフ、なんか結構綺麗な人が、中村晃 S レギュラー、石山守護神取っちゃおうよ、ケムナグがもうフル回転、いや相澤吹けるの早い、いや宮崎もう一回手出し取ろう、カモン、いや鈴木大地もういいよ出てきたから、さあ確定、さあロドリゲス行こう、ピッチャー投手君、いやこれまたいい2枚取りとかないわこれ、渋いわ、最後までね、笑ったわ、笑った、さあ、くんの、いやー、後編か、最後まで後編か、さあ、ロドリゲス、トロ崎、カモン、いや、そう、近本、まあまあいいでしょ、近本いいでしょ、ね、継承できるから、まあ、ここまではまあ欲しいね、来てもいい選手が来てるから、まあいいでしょ、あと2人来てくれ、あと2人、あと3回中、あと2人、いや、よしよし、もうノーマル、もう行くな、ブルーなんだ、よしよしよし、あーもう、いやー、ぺったりは、そうでした、どうだったね、あの光は、とこ鈴木翔平、袴田さん応援してんぞ、いやー、いや、おさ流れ悪い、これ抜こう、ダブルピッチ、優勝した時のチャウシ、あと2回や、来い、ピッチャー
よしノーマン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 、よし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 、もう行くな行くな、ここで終われ、よしよしよし、煙出んな、よし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 、飛ぶな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 飛ばなく来る 80% で飛ぶな、最後ね、これでロドリゲスか友崎来たらパンチ OK だから、それで皆さんねさよならね、皆さんどうでしたかガチャね、まあでも一応中村ね近本あの継承できるんでね、いい形で来てます、中村はね育てます、さあいいか、ピッチャー投手君、いやノーマル練習すぎるやろ、2枚どうやんのないな、1枚カモッ、うめえな、いやなんかキャッチャー来そうで怖い、もう中村いらんで、こんなマジ中村来たらそんなフラグいらないよ、もう中村はいらないよ、違うんか西、いや阪神もいらへんで、さあ皆さんさよならロドリゲスで最後、いやもうしまうちょっと最高。